三週間ほど付き合った彼氏が、親に会ってくれって言うから会いに行った。そしたら、どうも、向こうの親御さんと話が噛み合わない。持って行った手土産も、まあ、こんな高いものを選んでと聞こえよかしにぐちぐち。節約系のお母さんなのかなでも、もらっといて、相手の目の前で言うなんてと思っていた。お茶を飲みながら会話しても、やっぱり噛み合わない。 向こうの母親が、若いし、病気でもないのよね。ぐちぐちと、意味不なことを言い続けるので。はい、若いし、病気でもないです。まあだからこそ、バリバリ働けるんでありがたいですね、あはは。と笑い飛ばしてみたら、向こうのご両親が、え働いてるのと、はいと言ったが、まだ疑わしそうなので保険証を見せた。 社名ばっちり入ってるからね。そしたら、ご両親の態度が、コロッと変わった。お茶じゃなく急に、お寿司取りましょうに変わり、食事会になった。この時点で、もう嫌な感じだったので帰りたかったのだが、トイレに立った時、彼氏に待ち伏せされて、あのさ、なんで俺の顔立ててくれないのと、苦情を言われた。は、話の流れでわかるだろ。 合わせろよ。なんで、あそこで本当のこと言うんだよ、だと。なんだこいつ、と思って、女に立ててもらわなきゃ立てれない程度の顔なら、ほっぽらかしとけば。と言い、彼を押しのけて居間に戻って、何食わぬ顔で、お寿司をごちそうになり、タクシーを呼んでもらって帰り、彼氏とはそのまま別れた。3週間しか付き合って、ないし、夜の関係もないし、 すっきりしたもんでした。でも、いろいろ衝撃体験だった。